こんにちは。ギターを持った YouTuber、 今ハンドルを握ってます。ピーとか言ってますけれども、大丈夫なんでしょうか。何か不具合が起きてるとか起きてないとか、今日本は大変な時期に差し掛かってですね、僕らも自粛とかしてましたけれども、もうそろそろドライブぐらいはいいですかね。どうなんですかね。してますけれども、今日はこの後釣りに行こう歌いたいと思いますけれども、ちょっと、一緒にコラボしてくれた矢野明子さんとの思い出をちょっと話してみたいなと思っておりますが、僕らがデビューして、2年かな経った、まだ25歳ぐらいになるんですかね、お会いしまして、釣りに行こう気に入っていただいて、一緒にコラボする機会をいただきまして、僕その頃本当に矢野明子さんの凄さっていうのあんまりよく分かんないで、レコーディングに突入してしまったんですけれども、大変失礼なことをもしかしたら言ってしまったかもしれないんですけれども、とてもブームの音楽を気に入っていただいて、矢野さんにはですね、いろいろミュージシャンとしての、ま、気持ち、心、いろいろテクニック、教えていただきました。まあ、特にそのギタープレイなんかはこういう、曲があるから聴いてみないとか、もう段ボールにいっぱいですね CD をニューヨークから送っていただいて、それを聴きました。ホワイトアベレージバンドとかですね、黒人だからこういうノリが出せるわけではないのよみたいな、みんな勉強しなさいと言っていただき、勉強しました。で、釣りに行こう以外にもですね、イベントで一緒にやったりとか、でも勉強になりました。で、ニューヨークに遊びに行った時ですね、突然ホテルに矢野さんから電話がかかってきて、今からちょっと来てご飯でも一緒に食べないと、子供たちを迎えに行かせるから、みゆちゃんとお兄ちゃんがホテルまで迎えに来てくれて、です。で、矢野さん宅に行ったんですね。ニューヨーク郊外のお家に猫がいまして、みゆちゃんと、なんかすごいところ来たぞ、みゆちゃんとお兄ちゃんと僕と、で矢野さんのお手製のおでんを食べました。ニューヨークにはちょっと半分仕事半分遊びで、あるバンドのマスタリングをしに来たんですね。ブームじゃないんですけれども、でニューヨークの、スタジオを見たりとか、そのマスタリングをしたりとかですね、してました。あと、まあちょっと休みもいただいたんで、ブロードウェイとかオフブロードウェイとか見てましたけど、これ喋りながら運転するとどこに行くかちょっと分かんない。ちょっと U ターンしようかな。ここどこだ。一応日本ですけれども、なんか工場の入り口に入っちゃった。 U ターンしました。で、どこまで話したっけ。まあニューヨークに行って矢野さんと会って、ちょっとそのマスタリング、ニューヨークのスタジオ見学したりですね、マスタリングしたり、とても有意義な10日間ぐらいだったのかな、ちょうどニルヴァーナの、カート・コバーンが亡くなった時期だったかな。ちょうどよく街でニルヴァーナが流れてたなっていう記憶がありますけれども、
面が揺れてると思うんですけど、どっちから来たっけ、どっちから、どっちに行こうかな、どっちがいいですかね、右かな、シロギスとかタチウオとか取りました、あ、釣りましたね。その時あれですね、船釣りって結構あのタンカーがそばを通るとものすごい波で落ちちゃう危険性があるんで、そこら辺だけは気をつけろと、ライフガードもちゃんと来て、まあ、いろいろ釣りに関する話はいろいろあるんですけれども、もうこの辺で曲に行こうかなと思います。それでは聴いてください、釣りに行こう、バイ小林隆。